で、その後ね、まあ、ゴーが気に入ってたのもあって、よく一緒に遊んだのが小島瑠璃子です。ルーとはね、ほんまに、ルーだけなんですよ。ルーとゴーだけです。俺のことガッちゃんと呼ぶの。で、ルーはね、別にゴーのこと気に入ったわけじゃないんですけど、まあ、ゴーがめっちゃ気に入ってたので、よく一緒に遊びましたね。で、遊んでる中で、その西麻布の店でももちろん遊んだんですけども、僕結構ね、もう2時とかに帰るんですよ。まあ、あいつが寄った姿あんま見たくないっていうのもあったし、めんどくさいから、関わりたくないと思ってすぐ帰るんですけど、まあ、その時たまたまルーは最後までいて、まあ、その時もめっちゃ面白かったのが、新宿スワンでね、あいつが、いわゆるマンウェザーと一緒にコラボして、ギターを弾くというライブがあったんですよ。ウーバールとマイパスも出たかな。トヨスピットでやったんですけども、その時のゴーが出てくる映像っていうのがあるんですけども、それをね、天に行くとみんなに永遠と見せるんですよ。で、あと、ゴーが作った曲、これも永遠と聞かします。で、その時は、ゴーが作った曲を聞かしてってルーが言って、ゴーがそれを恥ずかしそうにしながら流したわけですよ、店の中で。もうそっから鬼のリピートですよ。ずーっとそれをやられるんですよ。でも僕はめんどくさかったから帰るじゃないですか。で、ルーたちはさすがにそこまで付き合いなかったんで我慢してずっと聞いてたらしいんですけど、まあその後案の定ゴーは酔っ払ってルーを連れて帰ろうとしたんですよね。で、ゴーの周りで一緒に飲んでる奴だってもうゴーの手下なんで、ゴーがこうしろって言ったらみんなもその通りに動くんですよ。家連れてこいって言ったら家連れて行こうとするし。で、タクシーにルーを乗せ込んだ時に、まあかなり無理やり乗せ込んだみたいで、ルーから LINE が来たわけですよ、僕のところに。怖いと。ゴーちゃんが酔っ払いすぎて、無理やりタクシー乗せられた。もう週刊誌も怖いし、このまま連れて帰られるのも本当怖い。どうにかしてガッチャンって来たけど、いや、俺にもどないしようできひんでと。誰かもう一人はタクシー乗ってないのって言ったら、いや、二人きりされたと。で、ゴーちゃんタクシーの中でタクシーのうんちゃん後ろから蹴ったり、罵声を浴びせてると。ほんまに怖いって言うから、で、その時にタクシーがたまたま信号で止まったらしいんですよ。で、ゴーがバーって言ってる時にルーはタクシーから降りて逃げたらしいんですよ。で、なんとか逃げれたってラインが来て、あ、よかったなって話をしてたんですけども、まあね、ことなきを得てルーも助かったし、もうそれからルーはゴーの飲み会には来なくなりましたね、ほんまにビビって。それぐらいね、ゴーってね、もうむちゃくちゃなんですよ、ほんまに。もういろんなタレントがゴーに対して言うのは酒癖悪い、女癖悪い、これです。